すいません、そういうことじゃないんですけど、なのでもう一度だけお話聞いていただけないでしょうか。いや、先日お話ししたこととちょっと違くて、いや、もう一度だけお願いします。すいません、もう一度。ですよ。ここは特別なんです。どこがですか？あのね、このお金が人々を招いているんです。毎日すべての人に届けってばかりになるんです。うるさくても鳴るからではなくて、大声で呼んでるからなんです。ちなみにね、これって第二次世界大戦の時にドイツ軍が、戦う時に使った戦車のあるでしょ、戦車をいつぶして作られた鐘なんです。だからその当時人の命を奪った武器がね、今平和のために鐘になってみんなに呼びかけてるんです。ここ初めてですか？案内ツアーがありますんで、よかったらどうぞ。あと教会案内図もございますので、これよかったら見てください。
かれている人、重荷を背負う人は私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は命のパン。私のもとに来る者は決して飢えることはない。見よ、私は世の終わりまでいつも君たちと一緒にいる。